どうもおはようございます。中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。サムネにもある通り、オリックス、昨日優勝してんけど、それで僕は勇気をもらった。オリックスは去年も日本シリーズ行ってんけど、でもそれまでの暗黒時代がものすごい長くて、ずーっと B ランクだった。やっぱパ・リーグは圧倒的にソフトバンクがそれまで強かったから、なかなかリーグ優勝できなかったし、日本シリーズなんていけなかった。去年は日本シリーズ行ったけど、まあ去年はヤクルトに負けてんけど、とにかく僕が見た限りオリックスはかなり長い期間 B ランクだったから、そのチームが、昨日優勝したっていうのでだいぶ勇気もらった。やっぱり諦めずにやり続けたら頂点取れるんだという、可能性を感じた。これは宝くじでも言えることで、諦めずにやり続けたら、継続してやり続けたら、ロトの頂点に立てる、絶対立てる。オリックスのその優勝を見て、なお思ったかな。オリックスも、ずっと、5位とか6位とか、ずっとそういう位置におったからな、ちょっと前まで。それがだんだんと上がってきて、それで A ランクに入って、それで昨日優勝したもんな。それまでがあまりにも、ひどかったから、5位とか6位とか。オリックスもそんなに弱いチームじゃないねんけど、やっぱりパ・リーグがレベルが高いから、なかなか A ランクにすら入れなかった。セ・リーグだったら確実に A ランクに入る力あんねんけど、やっぱりパ・リーグはそうやな、レベルが高い。だから A ランクになかなか入れなかったし、もし入れたとしても、やっぱり、ソフトバンクが強かったから、なかなか優勝もできなかった。そのオリックスがほんまに昨日優勝したからな。だからやっぱりやり続けたら、夢が叶う。それをオリックスに教えてもらったような気がするな。だから僕も宝くじ諦めずにやれば、ロト6、ロト7、頂点立てる。僕はそうやな、そう思ってる。まあ、なかなか難しいけど、継続さえしたらいけるんじゃないかな。特にロト7。ロト7はもう5個1、1回してるから可能性はかなり上がってる。その2個や3個1した時に比べてかなり高額当選の確率は上がってるから、まあ、毎回来ることはないねんけど、口数が少ないから、やっぱりそれは不可能やけど、でも、継続さえしたら、このやり方で継続さえしたら、頂点いけるんじゃないかなって思う。思った以上に早く5個一致したから、いやー、ほんまに、昨日のオリックス優勝は、考えさせる、考えさせられるか、ものになったな。いやー、本当に、勇気もらった、オリックスからは。諦めなければ、頂点に立てるっていうので、宝くじも同じやもんな。諦めなければ、継続さえしたら頂点に立てる。
つまりロト6、ロト7で1等を取れる。だから僕も諦めずにやり続けて、多分すぐには高額当選は無理だと思うけど、やり続けたら1等いけると思う。まあ難しいけど、ジャンボとかに比べたらまだ可能性はあると思う。ジャンボはやっぱり運だからなかなか難しい。年単位で当選するのも難しいけど、でもロトの場合は努力さえしたら年単位で1等当選できる可能性がかなりある。少なくても2等はいけると思う。1等は難しくても2等はいけると思う。その直感的に、感じたな。特に、やっぱり、ロト7か。ロト7はもう、すでに5コア一致してるから、だから直感的に、2等は、年単位で多分いく。1等も正直、さな、難しいけど、口数少し増やして、あと工夫さえしたら、一等も不可能ではない。今やってる予想法にく、よ、今やってる予想法に少しちょっと工夫が必要やねんけど、その工夫をして、口数を少し増やせば、一等は、難しいけど取れると思う。年単位で。ジャンボみたいに10年、20年勝って当選しないっていうことはまずない。さあな、数年単位で当選できるんじゃないかなって思ってる、一等。まあ、そのためにもものすっごい、努力は必要やけど、必ず年単位で、行くんじゃないかな、一等。一等二等。二回前の5個一致で、それを感じた。3個や4個だったら、やっぱり一等は遠いねんけど、5個まで一致したら、全然違う。見える景色がちょっと変わってくる。5個まで一致したら、なんか、いけそうな気がする。3つや4つだとなかなか遠いねんけど、1等までがものすごい遠く感じるけど、やっぱり5個一致したらほんまに全然違うな。いけるっていう自信がある。まあ全然違う外れ方もすることもあんねんけど、でも、継続さえしたら、特にロト7は1等を狙えるんじゃないかなって思ってる。ロト6は今かなり難しいから、なかなか全うすら当選できないんやけど、ロト7は難しい回もあるけど、でもずっと難しいっていうわけじゃない、ロト7は。難しい回がしばらく続いて、それで簡単な数字並びが必ず来るから、その時に一気に来るんじゃないかなって、思う。実際ちょっと前はそんなに難しくなかったから、数字並び、結構わかりやすい数字並びやったもんな。普通に二口で、下手したら高額当選狙えるような感じだったから、だからまた来ると思う。今ちょっと難しいけど、その数字並びが。前に比べてちょっと難しくはなってるけど、また、ロト7の場合は簡単になると思う。だからその時に一気に高額当選の可能性が上がる。確率が上がるな。
少なくても4とはいくんじゃないかな、そういう数字並びが来たら、二口で、ちょっと前のやつは、本当二口で4とは当選できる数字並びだったから、ただ今はほんまにちょっと難しいから、なかなか、難しいねんけど、まあそれでも、5個は、2回前に一致したから、その難しい数字並びでも5個は一致できたから、だから、可能性はある。しかも僕が当選した時って、1等の当選者いなかった時だから、だから難しい回だったと思う。その回で5個一致できたから、だからだいぶ自信にはなってるかな。一等の該当者なしで当選したっていうのはかなり大きい。難しい回に当選したってことやもんな。まあ二等は6口出てんけど、でもやっぱり自信にはつながるな。難しい回に当選したっていうのが、しかも過去最高。手応えはある。ロト7は特に。ロト6は今のところ全然手応えないねんけど、やっぱりかなり難しい。もともと難しいけど、さらに難しくなってるから、なかなか、予想も難しいし、当選すんのも難しい。まっとうですらなかなか当選できないから、今は。まあ、口数二口しかしてないっていうのもあるけど、それにしてもかなり難易度が上がってる、ロト6は。二口ではなかなか予想できない数字並びが続いてるから、今日ロト6やけど、どうかな。簡単な数字並びが来てくれたら当選のチャンスはあるけど、ここもずっと難しい数字並びが続いてるから、なかなか難しいねんけど、簡単な感じで来てくれたらいいけどな。ロト6も一時期簡単な数字並びが来た時があってんけど、その時は僕買ってなかったから、買ってないっていうかロト6やってなかったから、やる前がちょっと簡単やってん。その当選できる感じだったから、今は当選がなかなか難しい。二口でなかなか当選できないような数字並びがずっと続いてるから、難しいねんけど、今日はどうなるか、どんな数字が来るか、半分不安、半分期待っていう感じかな。当選できる可能性は、まあ、あるとは思う。4時間ぐらい時間かけて予想したから、あるとは思うねんけど、でも、どうやろうな。もうずっと不調が続いてるから、わからんけど、まあ、とりあえず、当選しますようにって祈って、結果を待ちたいと思います。まあ、まだまだ時間はあるけど、あと、ロトセブンも、このやり方を貫いて、まあ少しは工夫するけど、口数はできるだけ抑えて、それで1等を当選したいと思います。いや、昨日は本当オリックスが優勝して、だいぶ僕の力になった。やる気が出た。ほんまにオリックスに元気もらったな。それではこの動画は終わります。また後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。